チラシを配っても反応が減ってきた。チラシ、これじゃ読んでもらえない気がする。どう改善すればいいの？チラシで商品サービスの差が伝わってないかも。そんなお悩みを抱えていませんか？そのチラシ、漫画にすると自然に伝わるようになるかもしれません。この動画では、漫画を使ったチラシの効果と成功事例の解説をします。漫画チラシがどんな場合に効果が出るのかも分かっちゃいますよ。改めまして、集まる集客漫画プロモーションラボ、あくびです。このチャンネルでは、女性起業家さんが集める集客を集まる集客にガチリと切り替えるためのお役立ち情報を発信しています。有料級のコンテンツを盛りだくさんにお届けしますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。もし今、チラシの反応が悪くて困っているとなら、チラシの表現方法を漫画に変えてみませんか？チラシの効果を発揮するためには3つのポイントがあって、それは選んでもらうこと、読み続けてもらうこと、行動反応してもらうことなのですが、漫画はそれを促進しちゃいます。ポストにチラシがたくさん入ってるとこを思い返してみてください。まず全部のチラシを読むわけではないですよね。パッと見て気になるものだけ選んで読み始めます。まずは選んでもらうことが1番目です。読み進めて興味がなくなったら途中でやめてしまうことはないですか？最後まで読んでもらうことが2番目です。少し興味があるけれど後で考えてみよう、何かのついでに店舗に行ってみようかな、そうやって結局行動につながっていないことはないですか？行動してもらうことが3番目です。あなたが今チラシの反応が悪いと感じているのなら、このどこかでつまずいているのかもしれません。情報型の現代にで多くの人が短時間で情報を理解したいと考えています。漫画のストーリーは複雑な情報を迅速かつ分かりやすく伝えることができ、読者の注意を引きつけるように効果的で、今の時代にぴったりな広告手段なんです。今の時代のビジネスを生き抜くために漫画がとっても有効なんですよ。集まる集客に飾り。漫画チラシは選んでもらい、読み続けてもらい、行動反応してもらうを促進します。これを漫画の効果を交えながら詳しく説明しますね。漫画チラシなら選ばれやすくなる。あなたは漫画を読むときに、さあ頑張って読むぞ、重い腰は上げてのように努力をして読みますか？中には漫画が、ね、苦手で読むのに苦労する方もいらっしゃいますが、多くは娯楽、趣味、暇つぶし、ストレス発散、そんな感じでリラックスして気楽に読んでいませんか？漫画を読む人にはそんなイメージが脳に記憶されているので、漫画というだけで選んでもらいやすくなるんです。もちろん文字で理解するタイプのチラシよりも漫画の方がさーっと簡単に読めそうなので、読んでみようかなーっていう読むという行動の敷居が低くなります。2、読み続けてもらいやすくなる。漫画の特徴の一つはストーリーです。人には一度決めたことを最後までやり通そうという一貫性の法則があります。漫画を読むと決めて読み始めてしまったので、なんとなく途中でやめられないんです。文章や写真で構成されたチラシはブロックごとにね、情報が分けられているので途中でやめることは簡単なんですけれど、漫画はストーリーになっているので話が終わるまでついつい読んでしまうんですよ。読んでほしいことを離脱されずに読んでもらえるってことですよね。3番目、行動反応してもらいやすくなる。チラシはウェブ上の集客のように、すぐ電話して、今すぐクリックしてお申し込みくださいなどのように、すぐやろうとならない場合が多いんです。チラシというものがあるので、ここにチラシ貼っといて後でかけてみようかもしれませんし、店舗の場合なら、ああ買い物行くついでにやってみようかななど、今すぐ行ってみようということはなかなかないかもしれないですね。後で行動することが多くなります。強烈に欲しいものなら別ですが、後になればなるほど人は新しい情報をどんどん上書きしていってしまうので、どんどん古い情報を忘れていってしまいます。そこで漫画です。漫画はストーリーになっているので、記憶に残りやすいんです。例えば角川漫画学習シリーズ日本の歴史では、物語形式で歴史の流れを理解させる東大流と呼ばれる学習方法を取り入れています。点と点で覚える教科書の内容を漫画を通じて一つのつながった物語として理解することで、記憶の定着率が高まるそうですよ。チラシは地域密着だったり、自分から近いエリア、近い人間関係の方への配布になるので、
記憶に残っていれば、ふとした瞬間に思い出してもらい、コンタクトしてもらえる可能性が高まります。ビジネスとしてはメリット大きいですよね。ここで私の漫画チラシの成功事例をご紹介しますね。分譲住宅販売のチラシを見たことありますか？多くの場合、家の外観、間取り、住宅の概要、値段、詳細情報と情報の提供っていう内容が書かれています。そうなると、自分が気になっているポイント、まあ、どの地域で、まあ、駐車場何台止められてみたいな、自分が本当に興味があるとかだけ情報をパッと見て、あとは金額がどうかなっていうのを見て、高ければもうさようならですよね。じゃあ漫画になるとどうでしょう。例えばこちら、昔書いた漫画チラシなんですが、条件がどうであれ漫画はとりあえず読んでみようという人が多くなるんですよ。そして実際にお家の過ごしやすさがストーリー展開されていくので、ちょっとした体験した気持ちになりますし、先ほど話した一貫性の話で無意識にね、最後まで読んでもらうことができるんです。そしてそのままストーリーが記憶に残ります。実際にイベントは大盛況で終わり、すぐに契約も決まったそうです。よかったよかった。こんな風にチラシに漫画の表現を入れると、お客様の問い合わせや購入、来店までの行動の動線がね、促進させることができます。ここで一つ注意してほしいのが内容です。漫画を読んでも結局中身が面白くなければそれで終わりですよね。漫画チラシも同じで、内容にこれはというものがないと読んで終わりになっちゃうんです。逆に言うと、漫画チラシは読んで分かってもらえさえすれば、もう使ってもらえさえすれば、もう他にはないっていう風にね、もう購入してもらう自信がある、そんな商品サービスに向いています。ちなみに商品サービスの見せ方を変えることで同じような関心を持たせることもできます。私はお客様のご希望によってなんですが、そこから一緒に考えてチラシを作っています。集まる集客に飾り。漫画チラシは選んでもらうこと、読み続けてもらうこと、行動、反応してもらうことを促進します。そして漫画はチラシだけでなく、ランディングページや SNS 投稿、ビジネスの様々なシーンで活用できます。自分のビジネスで漫画を活用できたら面白そうじゃないですか。もっと漫画のビジネスへの活用方法を知りたい、そんなあなたのために漫画プロモーション徹底解説本をプレゼントしています。また解説本の中で漫画プロモーションの相談会のプレゼントもありますので、今日の動画で漫画チラシに興味があるという方はぜひお申し込みくださいね。漫画をあなたのビジネスにどう活かせるのか、ぜひゲットして確認してみてください。お受け取りは動画の概要欄のリンクからメルマガ登録していただいた後、登録していただいたメール宛に送らせていただきます。集まる集客総研では、これからも集める集客を集まる集客にガチャリと切り替えるためのお役立ち情報を発信していきます。今回の動画が参考になった方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。集まる集客総研、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 集まる集客総研。